さん、ちょっと待ってくださいよ。少し休みましょうよ。バカ野郎、こんなんでへばってんじゃねえ。しかし、ほんと何にもないな。犯人、まだこの町にいるんすかね。いるに決まってる。今度は逃がすわけにはいかねえんだ。ほら、いつまでも新米気分でいるんじゃねえ、歩け。はい。あ、そっか、もうそんな経つのか。でもこの町は交通の便が良くなるわけでなし、レジャーランドができるわけでなし、一向に帰る気配ないですね。退屈だから早く都会に戻りたいってそう言いたいのか。あ、いや、そういうあれじゃないんですけど。あ、そうだ、僕がこの町に赴任してきた時、面白いやつに会ったんすよ。面白いやつ？ええ、確かまだ桜は咲いてなかったと思うな。僕がね、こう車で駅の近くを走ってたら。はい、堂島。そうか、一応そいつの交友関係も洗ってくれ。頼んだ。ああ、すまん。いやいや、で、僕がね、こう車で駅の近くを走って。堂島、いや、今日は署には戻らない。何かあったか。ああ、そいつは参ったな。分かった、一段落ついたらそっち行く。何だった？大丈夫ですか？僕が車で駅の道島だ。道島さん、僕ずっと駅の近く走ってますけど。本当か、分かった。一回電源切るわけにいかないですかね。八ヶ上高校の生徒が容疑者について聞いて回ってるそうだ。お、おいっ子さんたちかな。あいつ、首を突っ込むなとあれほど。行くぞ。道島さん、話聞いてからじゃダメですかね。堂島さん、